にちは。頑張りすぎずにおしゃれ見え、ファッション発信しております京子です。大柄女子のケアセコーデを発信しております宮子です。私が身長163センチ49キロ、私が166センチ62キロ。2人の体型の違いを生かしてお役の気軽部屋ご紹介をさせていただいております。本日は私の楽天購入品第2弾イエーイ、シリーズ化が決定しました。なぜかというと宮子はめっちゃ楽天で服を買うからです。はい、もう完全にハマっております。アメブロも始めたので、はい、直接リンクにパッて飛びたい方はぜひ宮子のアメブロに行ってみてください。お願いします。今日は残念商品もあると。残念ながら残念商品を持ってくるのをちょっと忘れちゃったので、着画をね、はいはい、撮ったから載せるんですけど、うん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 、はい、ということで全部で8点ですかね。はい、行ってみたいと思います。それではスタート。はい、それでは1コーデ目いきたいと思います。今回は宮子は全部で4コーデで初商品、はいはい、上下ともに楽天で買った服で4コーデ。すごい綺麗にいくね。1コーデ目が上がスイート&シープの白ゆるトップス、はい、アイボリーフリーサイズで6930円。はい、ごめん、白ゆるトップスっていうのは私が名付けただけで、はいはい、違います。これね、すごい気に入ってるやつでインスタにも載せたんですけど、うん、すごい大人気だった。あ、どう見てもでかい。そうだね、ゆるっと、うん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 、この丈感、うんうん、でっかい、でっかいでしょ、うんうん、なんだけどこことか見てもらうと落ち感がすごくって、はいはいはい、大きくて丈が長いっていうだけだと結構膨張して見えちゃう、うん、まあそうだね、で服も多いんだけど、これはしっかり落ち感があるから痩せて見えるっていう、うん、ちょっと女っぽさも加わる感じだもんね。そうだね、個人的にすごい好きなのは、うん、センターラインが入ってる、あー確かに確かに、うん、ところとか、この下のリブ、うん、みたいなのが結構しっかり入ってたりとか、袖がちょっと折ってある、もともとこれは折ってある、はいはいはい、デザインとかで結構工夫がいろいろされているところ。確かに6930円っていう値段が最初ちょっと迷ったんだけど、うん、買ってみたらすごい正解だったなって思った。お、よく着てるよね。これめっちゃ着てるんだよ。困った時に頼れるの。確かに確かに、これは下何履いてても割と何でもいける、細身でもワイドでもスカートでも何でもいけるっていう感じです。洗濯はしたの？これは何回もしてる。おお、いいやん。乾燥機はちょっとやめた方がいい、はい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 、けど普通に干して、うん、吊るしとけば綺麗です。いいね、いいです。おすすめ。はい、じゃあ下のパンツいきたいと思います。はい、アクアガレージさんのグレーのパンツ、はい、LL サイズで価格が2412円。安い。あ、それもよく履いてるやつ。これめっちゃ好きなの、これもみんな履いてほしくて、なんでかっていうと見ての通りウエストゴムの超楽ちんなパンツで、うんうんうん、ポケットもついてて機能性もいい。丈がね長いの、見て、優勝。これさ、私ちゃんとウエストで履いてるんよ。確かに下げてないんだ。そう、ちゃんとお腹の上で履いてる、うんうんうん、全然腰履きとかしてないんだけど、うん、この長さが普通にあるの。すごいね。すごくない？最高じゃん。でしょ？で、足のラインを全く拾ってない、うんうん、ゆるっと。なんかお腹のゴムの部分がさ、で、幅が広いじゃん。ここ？そうそう、うん、本来さ、なんかだいたいここがないじゃん。そうだね、そうだね。ここがあることによってさ、なんかデザインに見えて、うんうんうん、おしゃれに見えるね。そうなのよ、これ本当に好きで、うん、マジで週3以上履いてる、うん、色も可愛い。そう、なんかアイスグレーみたいな。そうだね、ちょっとブルー味のある。いや、ブルーに見えるよ。涼やかな色で。あ、そうね、涼やか。もうこれマジで押したくて、うん、いい、超安いし。ねえ、何この価格。ちょっとマジでびっくりしちゃって、これは届いて。すんごいね、正直な話すると、うん、アクアガレージさんって過去に私買い物してて、うん、結構失敗したの。まああんまり失敗品のことはあんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、いやいや、正直が一番。私が着るとただの布みたいな感じになっちゃった服があって、今はもちろん売ってないよ、何年も前の。それは何、トップス？なんかワンピースみたいな。あ、クワガレージさんも私買わないって思ったことがあったんだけど、うん、すごい進化してる、ね、なんか上から見てて申し訳ないんだけど。でもさ、きっとさ、
この見てくださってる方の中にも、うん、昔買って失敗して敬遠してるみたいな人はさきっといらっしゃるだろうから、そうだよね、変わってるよっていうのを、ね、伝わったらいいね。本当に変わってると思う、うんうんうん、すごいおすすめしたい、はい、赤ガレージさん、コカさんで黒のセットアップ、はい、上が L の1290円、下はロングの1490円、締めて全身2780円、ちょっと優勝すぎこれさ店舗で買ったやつなんだよね。京子と一緒に池袋のコカに寄ってみるって言って寄った日があって、うんうん、その時に私がえこれ良さげじゃないみたいな感じで言って、うん、本当に試着なしで買った。しなかったね。しなかったね。ちょっと疲れてて試着できなくて、うん、でもこうやって見た感じと合わせた感じでいやこれ絶対いいよねってなって買ったやつの、うん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 、で楽天でも売ってたのでご紹介します。めっちゃいいやん。これすごくない？2780円で上下買えるんだよ。ちょっと他のブランドさん辛いね。これは辛いよね。これやられちゃうと着丈の長い感じね。うん、お尻すっぽりでしょ、うん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 、でちょっとチュニックみたいな感じで、うん、こうフレアになってて女性らしさもちょっと醸せる、はいはいはい、下はねさっきのグレーのパンツと似てんのよ。本当だ、流行ってんのかな。ウエスト流行ってるのかもしれないねこれが似たようなパンツなんですけど、コカの方がちょっと厚いかな。そうだね、見た目的にもそっちの方が厚そう。あ、本当？うんうん、あのグレーのやつの方がもっと薄くて真夏を。それどんぐらい薄いの？あうん、まあでも結構しっかり安心感のある厚みが。そう春、どっちかというとこっちの方が春って感じする。あ、これより？そっちはもう私真夏案件は。あ、そうだね、そうだね。ポカさんって結構エンボス加工ってやつのシリーズ出してて、うん、ちょっとこれから集めようかなって思っております。皆さん期待していてください。はい、おすすめ。はい、それでは3コーデ目はリエディさんのコーデです。上がグレーの L サイズ2143円、下はデニムで XL の3979円。はい、これもまた全身激安だね。そう、うん、リエディさんって前回の動画でキャミワンピを紹介したブランド。あー、長いやつだ。そう、はいはいはい、高身長さん案件のブランドさんなんだけど、うんうん、普通にトップスも可愛くて。みやこそれ大好きなやつじゃんこれは私がもう見つけたら即買いしてしまう形のトップス。しかもさ、首が V。そう、それそれそれ。このね、あのね、この形自体は興奮状態興奮。この形自体は GU とかでも売ってるわけ。はいはい、売ってるね。なんだけどね、この V はないのよ。確かに。でよく見てほしいのが、ここも V なの。おー、わかる。ここ空きが広いわけね。そう、女性らしさがよりすごく出る。はいはいはい。で、キャシャ見えもする、うん、そう、キャシャ見えもする。ちょっとね、GU よりも袖も長い。なるほど。だから肘も隠れる。本当だ。可愛くない？可愛い可愛い。すごい好きなんだけど。結構肉厚な素材？あ、そうだね。だからこれ真夏はちょっと暑いかも。暑がりじゃなければいけると思うけどね。そうだね。私はいけるな、きっと。あ、本当？うん。今日とかこれできました。あー、ショート丈だけど使いやすい？そうだね。なんか最近美脚パンツとかさ、スカートとか、はい、集めてるから、うんうん、スタイルアップのためにこのぐらいの丈、あえてね。あえてインしなくても決まるもんね。そうすごい可愛いと思う。で、パンツそれさ、はい、あれやんでしょ、うん、思ったバレルレッグもう在庫のない伝説の、はい、伝説のやつね。バレルレッグジーンズにすごく似てる、うん、横の線だよね。そうこのね、ここの線ですね。おー、これが入っている、うんうん、で、なんかちょっとカーブジーンズみたいなシルエットになるという。本当だ。それさ、ちょっとヒールで履いてさ、うん、形ちゃんと見たい。いいよ。サンダルで履くと元の形が分かりやすい。う、ね、うんうん、から履いてみました。でもペタンコでもその形にはあんまなんないかもしれないけど、うん、まあ、普通のデニムとして可愛いよ。うんうんうん。このデニムはここまで見せられるすごい珍しいデニム。ああ、なるほど。で、このデニム多分めっちゃ人気で。あ、そうなの。私も今回ちょっと待って買ってみた。そうなんだ。楽天でデニムを買うっていう発想が私ちょっとなくて、うん、試着できないじゃん。うん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 。だから不安しかなかったんだけど。確かにね。でもこれは大正解だなって。ああ、いい思いました。楽天でデニムちょっと買ってみたいっていう人、超おすすめです。はい、ではラスト4コーデ目いきたいと思います。上がビタフェリーチェさんのスケトップス、セピアフリーサイズで3960円。
すんごい透けてる。スケスケトップスって命名されてる私の中ではこれスケスケトップスと名付けているんですが、はいはいはい、うん、GU というユニクロにはない、うん、ちょっと珍しい感じのデザインが欲しくて買ってみた。で、絶対譲れない着痩せに関しては五分袖で長いのと身幅しっかりでお尻すっぽりっていうので合格だったので買ってみた、うん、いいやん。それさ、かなり透けるじゃん。そう、それに関しては全然気にならないって感じ。透けを楽しむ、うんうんうん、こういう体の形なんだねっていうのが分かると思うんだけどおしゃれを楽しめてる感がすごいあって、うん、あるある、めっちゃいいと思う。すごく気に入ってます。はい、パンツだね。アクアガレージさん、はい、グレージュのカラーでサイズが LL、 3780円です。さっきのパンツたちとは違って明らかにゴムな感じではなくて、うん、このボタンで外してチャックみたいな感じのパンツなんだけど、はい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 、これもあ、ゴム？すんごいゴムで、後ろがね、ここがすごいのよ。本当だ。ゆえに着の長さがもう自由自在、かなりね、はい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 、もう好きな位置でどうぞみたいな。確かに。っていうこの自由度が高い感じがすごく気に入って、うんうん、でラインもすごい綺麗。そうだね。GU とユニクロでこれは紙パンツって紹介されるレベルのパンツであります、うんうんうん、ベルトループあるから、うんうん、ここで固定したい、絶対に動かしたくないって人はここで止めればいいし、うん、っていう感じ。なるほどなるほど。すごい使い勝手がいいです。確かに合わせも可愛い。これとこれね、合うよね、うんうんうん。で最後、失敗した商品なんですけれども、チャララ前回の動画で紹介したダークエンジェルさんのシアートップス、はいはい、これめっちゃ袖長くていいよってご紹介したんですけど、その時は普通のクルーネックの形を買ってて、うん、サイドスリットが入ってるものも売ってるってご紹介したと思うんですけど、うんうんうん、それを買ったんですね。おうおう。買ったら袖が短かった。じゃあなぜなの。クルーネックの方は M と L サイズがあって、うん、私は L サイズを買ったんですけど、うん、サイドスリットの方はなんとフリーサイズだった。なるほどな。私ちょっと浮かれちゃってて なんでいや、サイドスリットサイドスリットあるよみたいな、それだけでポチってしちゃって届いてからフリーサイズだったことに気がついたの。わあ、楽天の洗礼受けたーって。いや、みやこのせいだろ一応共有しておきます。はい、みやこの楽天購入品見てきましたが皆さんはいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。皆さんお買い物の参考にしていただけたら嬉しいなと思います。思います。みやこのブログでも多分細かく紹介してくれると思うので、はい、みやこのブログにも遊びに行ってください、はい、ぜひぜひ。この動画がいいなと思ってくださった方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。